皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサです。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。今回は鬼滅の刃のあのキャラを解説していくぜ。お願いします。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。俺は嫌われてない。ということで今回解説するのは鬼滅の刃の登場人物、富岡義勇だぜ。俺は嫌われていない。ということで解説していくぜ。富岡義勇、鬼滅の刃の登場人物で鬼殺隊の最高位、柱の一人であり水柱を務めてるぜ。冷静沈着で物静かな性格で非常に寡黙だぜ。だが内心は劇場家であり、第1話では結構叫んでたぜ。また、言葉数が極端に少ない上にポーカーフェイスなので何を考えてるかわかりにくく、彼の考えてることは同僚の柱ですらよくわかっていない様子だぜ。何を考えてるかいまいち読めないわよね。炭治郎が鬼と化した禰豆子に襲われてる時に現れ、禰豆子を始末しようとするぜ。だが、炭治郎が必死に止めようとしたこと、禰豆子が明らかに炭治郎を守ろうとしたことに気づき、彼らを見逃すことにし、炭治郎と禰豆子の意識を奪うだけに留めてるぜ。この時に発した、生殺与奪の剣を他人に握らせるなは彼の代表する名言であり、鬼滅の刃の残酷な世界観を表してるぜ。その後は鱗滝のところに行けと炭治郎に指示し、彼を鬼殺の道に導くぜ。てか冷静に考えてこの時点でもなんで鱗滝のところに行かないといけないのか一切説明してなかったわね。義勇といえばとにかくコミュ障だぜ。その上口数が少なく、実は彼の話してるセリフの大部分が1話に集約されており、1話が一番喋ってるぜ。基本的には温厚で心優しい人物なんだが、そのコミュ障ぶりのせいで相手を誤解させることが非常に多いぜ。炭治郎と初めて話した時はあれでまだ話せてる方なんだよな。炭治郎には禰豆子を助けてくれた恩もあって慕われてるが、同期の柱にはとことん嫌われてるぜ。俺は嫌われていないとは何だったのか。義勇は自分は嫌われてないと思ってるんだが、義勇が勝手に思ってるだけで実際は嫌われてるぜ。義勇とまともに話せる柱は忍だけというありさまで、彼女からは天然ドジっ子と思われてるぜ。また、忍にそんなんだからみんなに嫌われるんですよと言われた時は俺は嫌われてないとガチトーンで否定してるぜ。てか嫌われてるって言われた時は割とショックだったらしいぜ。嫌われてる自覚が全くないのよね。義勇は自分が嫌われてる自覚が全くなく、どうして嫌われてるのかを理解していないぜ。なので改善の見込みが全くないぜ。義勇曰く、話すのが嫌いとのことで、そもそも会話が嫌いらしいな。その上ナイーブな一面もあり、過去の出来事もあり、自己評価がとんでもなく低く、自分が柱にふさわしいと思っていないぜ。この自己評価の低さのせいでさらに誤解を生むことになり、しかも協調性も低く、ぶっちゃけ柱屈指の問題児だぜ。なんか義勇は言わなくても俺の気持ちがわかるよねとか思ってそう。マジでそう思ってそうなんだよな。実際は無口でポーカーフェイスも手伝って全くわからんぜ。義勇のこの言動のせいで柱たちからは、実力はあるのに協調性ゼロのいけすかないやつと思われてしまってるぜ。いろいろと口下手な面が目立つ義勇だが、鬼であるにもかかわらず他の鬼と違うという理由で禰豆子を見逃したり、炭治郎を積極的に助けてるため、決して悪い人物ではなく、柱の中ではどちらかというと穏健派だぜ。過去に何があったの？子供の頃は姉のつたことともに病死した両親の遺産で生活していたぜ。だが、姉の祝言前日に鬼に襲われてしまうぜ。義勇自身は姉にかばわれたことで一命を取り留めたが、姉はそのまま鬼に殺されてしまったぜ。どうやら彼が口下手なのは昔かららしく、鬼のことを話しても全く信じてもらえず、気が病んでると思われてしまってたぜ。まあ、鬼のことをちゃんと説明しろと言われると義勇でなくても厳しいがな。遠方の親戚の医者の元に連れて行かれることになったが、途中で逃げ出し遭難したぜ。鬼のことは公にされてないみたいだったしこれは仕方ないわね。その後は鱗滝の知り合いの養子に拾われたことで鬼殺隊を目指すことになるぜ。鱗滝の元で出会った同い年のサビトと仲良くなり、共に修行に励み、最終選別に臨むぜ。だが、最終選別で義勇は早々に鬼にやられてしまい、サビトに助けられ、そのまま気絶してしまったぜ。目覚めた頃には最終選別は終わっており、生き残った義勇は入隊資格を得たぜ。目覚めた後聞いた話ではサビト一人で山のほとんどの鬼を倒していたぜ。一人で最終選別の鬼を倒して選別に受けてる人たちを助けながら戦ってたのね。サビトが手鬼に殺されたのも鬼を殺しまくったせいで刀が摩耗し、使い物にならなくなったからだったことが明かされてるぜ。つまり、刀が消耗してなければサビトは手鬼程度難なく倒せたんだぜ。このことを知った義勇は自分の無力さを呪ったぜ。義勇が俺は最終選別を突破していないと言ってたのはこのためだぜ。彼の羽織の右半分は姉のツタコのもので、左半分は親友のサビトのものだぜ。
長い間サビトのことは引きずってたみたいね。このような過去があったことから自己評価が低くなり、己を責め続けたようだな。だが、彼は鬼殺隊に入って以降は血ヘドを吐くほどの鍛錬をしたようで柱に登り詰めてるぜ。彼は13歳から鬼殺隊に入隊しており、8年以上鬼と戦って生き残っており、ベテランの部類に入るぜ。てか柱の中でも古参の部類で、現柱の中だと姫島、宇髄に次いで長いようだぜ。だが、義勇は過去のこともあって自分は柱にふさわしくないと考え、炭治郎を水柱にしようとしてたぜ。まあ、炭治郎は結局水の呼吸と体が合ってなかったからほぼほぼ水柱を受け継ぐのは無理になったけどね。義勇は炭治郎が水柱になれなかったことを少し怒っていたらしいぜ。もっとも炭治郎に自分の意図を全く説明してない義勇に問題があるがな。義勇は柱稽古に参加してなかったぜ。その理由は自分ではふさわしくないと判断したからだぜ。だが、炭治郎に過去を話した後、炭治郎の言葉により、サビトとの過去を思い出し、前に進む決心をし、柱稽古に参加するようになってるぜ。炭治郎がきっかけで前に進む決意を固めれたのね。柱稽古以降の義勇は天然な面が強く出るようになってるぜ。まあ、天然な性格は元から結構出てたがな。鬼に肉親を殺された過去がありながら鬼になった根塚を見逃すあたり、彼は柔軟な思考力と優しさを持ってることが伺えるぜ。てか義勇以外の柱が根塚を見逃す可能性は低いぜ。確かに義勇以外の柱は根塚を殺してた可能性が高いわね。炭治郎がきっかけで前を向く決意をしたものの、そんな簡単にコミュ障が治るはずもなく、人とあまり関わってこなかったせいで変な気遣いや気の回し方をしてることが多いぜ。好物は酒大根だぜ。外伝では酒大根を前にした義勇が背を向けたまま効果音付きで光が溢れるほど気色を表しており、それを目にした忍と店主がドン引きする様子が描かれていたぜ。蕎麦を食ってる描写が多いので蕎麦が好物だと勘違いした読者も多かったぜ。どんだけ酒大根好きやねん。苦手なものは動物全般で尻を噛まれたことがあるため、特に犬が無理のようだぜ。ただし、外伝ではうなりながら威嚇する犬に自分から手を伸ばしていたので決して触れないわけではないらしいぜ。登場キャラに嫌われまくってる義勇だが読者人気は非常に高く、人気投票ではトップ5常連だぜ。読者から見た義勇は口数が少ないながらイケメンで優しい面が多く描写されてるし、コミュ障もギャグとして描写されてることが多いため、読者から嫌われる要素はほとんどないぜ。でも読者ですら困惑するレベルのコミュ障であることには違いないけどね。春日井ガラスの名は勘三郎といい、かなり老齢のカラスらしいな。おじいちゃん働かせて大丈夫なのかよ。ということでここからは彼の主な対人関係について話していくぜ。お願いします。忍とは任務で一緒になることが多かったようで、比較的仲がいいぜ。義勇も積極的に話しかけてくれる忍に対して好意的だぜ。ただ、忍は義勇のことを天然ドジっ子と思ってると同時にもっとちゃんと話した方がいいとガチで心配してたりするぜ。また、忍は単行本五巻の表紙で義勇さん呼びしてる姿が確認でき、二人の距離が近いことがわかるぜ。この二人の組み合わせ非公式ながらかなり人気があるわよね。炭治郎とは兄弟弟子だぜ。炭治郎は鱗滝と共に自分の命を懸けてることを知った時は義勇に感謝してたぜ。炭治郎は義勇に恩があることもあって素直に義勇を慕ってる数少ない人物だったりするぜ。義勇も炭治郎も天然な部分があるからか、割と気が合う方であることが伺えるぜ。劇中では共闘することもあり、同じ呼吸を使うこともあって息の合った連携を見せてるぜ。炭治郎と義勇は気質がかなり近いっぽいのよね。サネミとはめちゃくちゃ仲が悪いぜ。そもそも怒りっぽいサネミと天然な義勇と性格的にも相性が悪く、劇中でも衝突してる描写が多いぜ。ただし、お互いの実力は認めており、サネミの場合は義勇を認めてるからこその苛立ちなんだろうぜ。義勇はサネミのことを怒りっぽいと思っており、サネミは義勇のことをはっきり嫌ってるぜ。さすがに本編終了後にはある程度関係は改善してるようだがな。サネミに関しては義勇も結構非があるからなんとも言えないわね。煉獄、姫島は義勇に対して一定の理解があったようで、極端に嫌ってはいなかったぜ。煉獄は義勇に積極的に話しかけてたらしく、義勇は煉獄のことが気に入っていたらしいぜ。姫島のことは尊敬してるようだぜ。甘露寺にはよく話しかけてくれてありがたく思ってるようだが、彼女の服装は肌を出しすぎだと気にしてるようだぜ。てか柱の中でも人望が厚い人物である煉獄と姫島にも一定の理解を得てる程度のレベルの義勇って普通に考えてやばいと思うわ。無一郎には置物みたいと思われており、義勇は無一郎とはあまり話さなかったようだぜ。宇髄には暗いやつと思われており、義勇は宇髄のことを自由で羨ましいと思ってるぜ。イグロにも嫌われており、自分が不幸だと思ってそうなのが気に入らないと評されてるぜ。ちなみに義勇はイグロに対して、悪口言われて悲しいと思ってるようだぜ。
鬼殺隊の頭である産屋敷のことは尊敬してるようだな。改めて見ると富岡めっちゃ嫌われてるわね。師匠の鱗滝のことは師として尊敬してるようだな。また、炭治郎と禰豆子の件で協力していたようで、万が一禰豆子が人間を食った場合は義勇と鱗滝の二人も腹を切って詫びることになってたぜ。二人の関係も良好であることが伺えるぜ。義勇の主な対人関係はこんな感じかしらね。ということでここからは彼の能力を解説していくぜ。お願いします。彼が使用する呼吸は水の呼吸で対応する日輪刀は青色だぜ。彼の日輪刀も青色であり、水の呼吸の適性が高いことがわかるぜ。この水の呼吸は最も古い呼吸である五大流派の一つであり、水のように変幻自在の呼吸とされるぜ。水の呼吸を極めるには水面のように静かな心も重要とされるぜ。水の呼吸は最も使用者が多い呼吸だが、義勇は水柱なだけあって水の呼吸の連動が桁違いに高いぜ。柱の中でも多分真ん中ぐらいの強さでしょうね。柱内での腕相撲ランキングでは5位で、順位は高くないが腕力自体は強い部類に入るぜ。柱内での瞬足番付では6位で水柱らしく水の流れるような幽霊な走り方をするが、柱の中では速い方ではないぜ。あくまでも柱の中でだと速い方ではないだけで一瞬で姿を消すほどの走りを見せるので彼も相当速いぜ。懐に縄を隠し持っており、相手が気づかないほど手早く縛り上げる謎スキルを持ってるぜ。義勇でも柱の中ではあまり速くない方なのね。第1話で炭治郎と禰豆子を気絶させた後、彼らが目覚めるまでに血で汚れてしまった兄弟をきれいにし、雪山の中で薄着の禰豆子に羽織をかけ、口枷を用意して装着させてたぜ。柱になるだけあって相応の才能はあるんだが、他の柱と違って飛び抜けた才能や特殊な能力はほとんど持ってないぜ。努力と鍛錬によって柱になっており、特殊な能力はほとんど持たない代わりに堅実で安定した実力を持つぜ。柱なだけあって加減の鬼を難なく倒してるぜ。鬼殺隊に入りたての頃は鬼を逃がすことも多かったらしいわね。他の柱と比べて作戦式は小女性なこともあってあまり得意ではなさそうだぜ。ただし、最終戦では簡潔に指示を飛ばしてる描写があることからできないわけではないようだぜ。また、あの鱗滝の弟子なだけあってとにかく判断が早いぜ。劇中でも彼のとっさの判断力が高い描写がいくつも見られるぜ。また、無限上決戦編にてアザを発言させており、この状態になると戦闘力が上昇するぜ。富岡のアザは水の模様ね。それだけでなく、サネミの日輪刀を受けることで無残戦では格闘を発言させており、これにより切断力の強化、鬼の再生を遅らせることが可能だぜ。炭治郎は劇中で1から10の水の呼吸を披露してるが、義勇は炭治郎よりも戦闘描写が少ないからか、劇中で披露していない方がいくつかあるぜ。だが、あくまでも披露していないだけで水の呼吸の1から10の型すべて使うことができるぜ。水の呼吸は型がかなり多い方よね。ということでここからは彼が使用した水の呼吸の型を解説していくぜ。お願いします。水の呼吸、二の型、水車。垂直方向に体ごと一回転しながら敵を溶断する技だぜ。360度全てが攻撃範囲となり、加速が加わって威力も増すため大型の敵に対して有効だぜ。目を回しそうね。水の呼吸、三の型、悠々舞。水流のごとく流れるような足運びを駆使し、敵の攻撃をかわしながら翻弄し、隙を狙ってカウンターの要領で斬撃を与えるぜ。そうね。水の呼吸、死の型、打ち潮。水の呼吸、死の型、打ち潮。彼が最も使用頻度が高い型だぜ。岸辺に打ち付ける潮のように繰り返し切りつける波状攻撃だぜ。複数の敵を倒すことができるほか、義勇の打ち潮は桁違いの威力を誇るぜ。富岡といえばこの方よね。水の呼吸、七の型、しずく波紋突き。水の呼吸のすべての技の中で最速の突き技で、波紋の中心を狙うように突き刺すぜ。突き技なので鬼を殺すのには向かず、義勇も劇中ではサネミとの稽古の時しか使ってなかったぜ。確かに義勇はこの方をあまり使ってるイメージがないわね。水の呼吸、八の型、たつぼ。滝から流れ落ちる水流のごとく上段から真下に渾身の力で刀を振り下ろし斬撃を与えるぜ。威力は出るけど隙が大きいわよね。水の呼吸、十の型、せいせいるてん。うねる竜のごとく刀を回転させながら何度も斬撃を重ねる連撃技だぜ。回転を重ねるごとに比例して威力が増幅され、より強力になるぜ。事実上水の呼吸の型で最強の技だが、十分な威力を引き出すためには相応の連撃やそれに基づく距離なども必要になるなど、デメリットも多く使える状況は限定されているぜ。それに義勇がこの型を使ったのは片腕を欠損してる時だったので十分な威力が出せてなかったぜ。強力な技だけど使用場面が限られるわよね。全集中。
水の呼吸11の型凪。水の呼吸11の型凪。義勇が編み出した水の呼吸の奥義だぜ。抜刀しての自然体から無表紙で繰り出される無数の斬撃だぜ。刀の届く範囲内に入った対象すべてを縦横無尽に切り刻むぜ。間合いのすべてを無に返すことから無風の界面を意味する凪の名を持つぜ。受けの型である水の呼吸を極めた義勇がたどり着いた極地と言えるぜ。使用者は義勇のみで実質彼専用の型だぜ。これ要するに刀を目に見えない速さで切りまくってるだけなのよね。間合いに入ったものをすべて切り裂き、決起術も無効化可能だぜ。作中最強クラスの防御技で下限の5の類の鋼糸を軽々切っただけでなく、上限の3、赤座の乱式すら無効化することが可能だぜ。間合いに入った瞬間突然攻撃が無力化されたとしか映らないほどであり、ほとんどの鬼たちからすれば魔法と変わらないぜ。攻撃に使うことも可能らしく、ゲーム版ではこの凪が必殺技になってるぜ。富岡の能力の解説はこんな感じね。ということでここからは彼の活躍を話していくぜ。お願いします。炭治郎を鬼殺の道に導いた後はしばらく登場しなかったが、ナタグモ山で再登場し、七雲を倒して伊之助を助けたぜ。その後は類にやられかけてる炭治郎を救ったぜ。そして類を圧倒し、一瞬で首を落としたぜ。中合会議では炭治郎を縛る胃袋を止めていたぜ。この時、義勇は炭治郎と根津子のために命を懸けていたことが明らかになるぜ。以降はしばらく出番がなかったが、柱稽古編で再登場するぜ。最初は稽古を渋っていたが炭治郎によって参加する意思を見せたぜ。その後は無限城決戦編ね。無限城に入った後は炭治郎と共に上限の3、赤座と戦うことになるぜ。追い詰められ、刀を折られてしまうが、最終的に赤座が自滅し、炭治郎と義勇の勝利に終わったぜ。その後は無惨戦に突入し、鬼殺隊のみんなで無惨を朝まで引き止めようとするも片腕を失ってしまったぜ。それでもなんとか無惨を朝まで引き止め無惨を倒すことに成功したぜ。だが、その後は炭治郎が鬼となってしまい、炭治郎が人を殺す前に殺せと素早く指示を飛ばしたぜ。対応が早かったわよね。最終的に炭治郎は人に戻り、戦いは終わったぜ。戦いが終わった後は髪を切って短くなってたぜ。サネミと義勇のみが現役の柱での生き残りとなったぜ。サネミと一緒にご飯を食べてる描写があり、和解できたっぽいぜ。ファンブックではその後の内容が明かされてるぜ。鬼殺隊解散後の義勇は炭治郎と手紙のやり取りをしてることが明かされてるぜ。その文面からは穏やかに笑うようになった義勇の心境の変化や楽しく過ごしていることが伺えるぜ。元気に過ごしてるのね。また意外なことに宇髄の一家とも随分親しい関係になっているようで、炭治郎への手紙には最近一緒に温泉に行ったことが綴られていたぜ。他にも無惨との最終決戦後に一切り傷でボロボロになってしまった義勇の羽織は根津子が綺麗に繕って元通りにしてくれていたことが明かされてるぜ。これについて義勇は感謝してたようで、根津子にいろいろな贈り物をプレゼントしたらしいぜ。善逸に的認識されたらしいわね。最終話では子孫であるスイミングスクールに通う小学生、富岡義一が登場したぜ。どうやら、義勇は結婚して子供も儲けてたようだな。これで富岡の解説は終わりね。総括すると彼は口下手な人物だぜ。だが、根は優しい人物と言えるぜ。そうね。ということでこれで富岡義勇の解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。